タルワー級フリレート搭載の 3S98 射器。ミサイルが装填状態にある。QM38M1 ミサイルと QM317 ミサイル。3K90 ガーンはソビエト連邦で開発された艦隊防空ミサイルシステムである。システム名称のウラガーンはロシア語で暴風あるいはハリケーンの意味である。 3K90、裏側は地上型の 9K37、ブークの関西型で、M-22 とも故障されており、輸出型は、シチーリと呼ばれる。M-1、ボルナーの後継機種であり、長射程の S-300F、フォールトを保管して、中距離での防空射撃を担当する。性能的には、多くの点で、西側諸国のターター、 D システムに相当するものだが、同時多目標光線能力など、一部についてはこれを、量駕している。また、地上型が 9K37M1 から2、ブーク M1 から2に発展するのに伴って、これに対応する 3K37、洋種も開発された。これは、新型ミサイルを使用するとともに、発射機や射撃式装置なども強化されており、 アメリカ合衆国のターター、D システムンチュ回収型に、ほぼ匹敵するものである。3K90 コンプレックスは、おおむねかきのようなサブシステムによって構成される。QM317M ミサイルと 3S90E-1 発射装置。地上型が9 k 3 7 m 1から2、ブーク M1 から2に発展するのに伴って、これに対応する 3K37、 用種が開発された。ミサイルは新型の QM317 を使用し、射撃式装置なども強化することで、性能を全般的に強化しており、うんち回収を受けたターター、D システムにほぼ匹敵する。また、ソビエト連邦の崩壊後に武器輸出が活発化したことを受けて、積極的に輸出されている。輸出型は、シ入りマイナスイと呼称され、 使用するミサイルは QM38M2 である。QM317 ミサイルは、西側では、SAN-12 グリズリーと呼称されており、中間誘導に、完成誘導を導入していることから、西側の SM-2MR と対比されることが、多い。射程も 50km に延伸されている。また、22,350型フリーゲートの初期計画で、 搭載される予定だったバージョンは、各サブシステムが全面的に更新されている。ミサイル本体は、VLS 用に主翼を小型化した改良型の QM317M や、アクティブレーダーホーミング仕様の QM317A を使用し、発射機としては 3S90E1VLS を使用する。これは、従来のロシア製回転式とは異なり、 西側のマーク41に近い箱型の設計で36セルで1ユニットとなっている。これは従来の単装発射機である 3S90 と互換性のあるインターフェースを使用しており 3K90 や 3K37 搭載艦への艦対空ミサイルシステムの換装による搭載も可能である。この換装により同じ搭載空間で ミサイルの相談数は1.5倍に増える。また、最大の変化として、アン・スパイ -1 に似たフェーズドアレイタイプの多機能レーダーによる射撃式が可能になったことが挙げられる。ただし、従来の 3R90 射撃式装置による完成も可能である。しかし後に22,350型フリゲートの艦隊空ミサイルシステムは、 S-400 の関西版である 3K96 リドートに計画変更されている。h q 1 6 v l s サム、中国が郊外2型フリゲートに搭載している。h q 1 6システムは、シチーリ -1 あるいはその中国版派生型で、あると考えられている。郊外2型フリゲートでは、3S90E1 に似た。 ホットローン地方式の垂直発射装置が採用される。一方で、射撃式装置としては従来通りの 3R90 が使用されている。HQ-16 は高度10メートル未満を飛行する C スキマーを迎撃可能で、最低迎撃高度は3から5メートルと推測されている。ありがとうございます。